まず1、不議案件についてを議題とし、両括弧1、委員会付託の両括弧 E、議案17件について説明を求めます。国岡議会事務局長。はい。それでは、1番、不議案件の括弧1、委員会付託括弧 E の議案17件についてご説明いたします。すみません、着座にて説明いたします。どうぞ。お手元に配布しております委員会付託表括弧議案をご覧いただきたいと思います。今回の委員会への付託予定案件は、決算議案3件、予算議案3件、事件議案5件、条例議案6件の合計17件でございます。まず文教福祉委員会は議案第100号、平成30年度八代市一般会計補正予算第6号括弧関係分、議案第101号、平成30年度八代市国民健康保険特別会計補正予算第2号の予算議案2件、それと議案第103号、専決処分の報告及びその承認について括弧平成30年度八代市一般会計補正予算第4号、括弧関係分、議案第107号、熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についての事件議案2件、それから議案第109号、八代市、坂本地域福祉センター条例等の一部改正等について、議案第110号、八代市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についての条例議案2件の以上合計6件でございます。続きまして、経済企業委員会は議案第97号、平成29年度八代市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、議案第98号、平成29年度八代市八代市病院事業会計決算の認定についての決算議案2件、議案第100号、平成30年度八代市一般会計補正予算第6号関係分、議案第102号、平成30年度八代市、病院事業会計補正予算第1号の予算議案2件、それから議案第103号、専決処分の報告及びその承認について括弧平成30年度八代市一般会計補正予算第4号括弧関係分の事件議案1件、議案第111号、日名子温泉イベント広場条例の一部改正について議案第112号、八代市営土地改良事業の経費の付加徴収に関する条例の一部改正について、議案第113号、八代市簡易水道事業給水条例の一部改正についての条例議案3件、以上合計8件でございます。続きまして、建設環境委員会は議案第99号、平成29年度八代市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての決算議案1件、議案第100号、平成30年度八代市一般会計補正予算第6号括弧関係分の予算議案1件、議案第103号、選挙処分の報告及びその承認について括弧平成30年度八代市一般会計補正予算第4号括弧関係分、議案第104号、選挙処分の報告及びその承認について括弧平成30年度八代市一般会計補正予算第5号括弧歳出分、議案第105号、指導路線の認定について、議案第106号、契約の締結についての事件議案4件、議案第108号、八代市建築基準条例及び八代市手数料条例の一部改正についての条例議案1件、以上合計7件でございます。最後に総務委員会へは議案第105、平成30年度八代市一般会計補正予算第6号括弧関係分の予算議案1件、議案第103号、選挙処分の報告及びその承認について
括弧平成30年度八代市一般会計補正予算第4号括弧関係分、議案第104号選挙支所分の報告及びその承認について括弧平成30年度八代市一般会計補正予算第5号括弧歳入分の事件議案2件以上合計3件でございます。以上説明といたします。なお次のページに、議案第100号平成30年度八代市一般会計補正予算第6号その次のページに議案第103号括弧平成30年度八代市一般会計補正予算第4号に係る選挙支所分の報告及びその承認についてそれぞれ歳入の文言事項歳出の勧告目別の詳細な付託表を添付いたしておりますのでご覧いただきたいと思います。以上でございます。はい、ただいま説明が終わりましたが何か質疑ありませんか。ありません。それではお手元の付託表の通りその審査を各常任委員会に付託することといたしたいがこれにご異議ありませんか。異議ありません。ご異議なしと認めそのように決しました。次に両括弧の陳情一件について説明を求めます。委員長。国岡議会事務局長。はい、それでは同じくお手元の鍵括弧請願陳情付託先審査用括弧議会運営委員会用資料括弧閉じ鍵括弧をご覧いただきたいと思います。9月定例会、開会日翌日の8月28日の午後5時までに受理いたしましたのは陳情1件のみでございます。その内容といたしましては、鍵括弧陳情第4号、八代市、中心市街地活性化に伴う八代市袋町町内旧河川堤防鍵括弧とも鍵括弧閉じ一部撤去についてでありますが、これは八代市夕葉町夕葉町 11-5 八代市大洋航空住民自治推進協議会会長中野義樹さんから提出されたもので、担当課は建設部の土木課となっております。説明は以上でございます。また委員会への参考総分といたしまして協議事項記載の通り2件を受理いたしましたので前回報告の1件と合わせまして3件関係委員会に参考を送付することとさせていただきたいと思います。以上でございます。ただいま陳情について説明が終わりましたが何か質疑ありませんか。ありません。それでは委員会への付託はどのようにいたしましょうか。付託をお願いします。付託よろしいですか。はい。それではお手元の別紙に基づき決定したいと思います。いかがいたしますか。院長の不安でお願いします。院長不安。それでは担当課が土木課になっておりますので、建設環境委員会となりますがいかがでしょうか。よし。よし。よろしいですか。それではただいまご協議いただきました通り本陳情については所管の常任委員会に付託することにご異議ありませんか。よし。ご異議なしと認めそのように決しました。次に両括弧にその他について何かありませんか。ありませんか。なければ次にその他について何かありませんか。他になければ以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。